オストカーカオストカーカは、スウェーデンのヘルシングランド地方とスモーランド地方という二つの異なる地方に起源を持つデザートである。ほのかなビターアーモンドの味を持ち、通常温めて、ジャムやホイップクリームを添えるか生温かい状態で果物やアイスクリームを添えて食べられる。ヘルシングランド地方のオストカーカとスモーランド地方のオストカーカの間には、いくらか違いがある。 オストカーカは伝統的に牛乳にレンネットを加え、カゼインを凝固させて作られる。クリーム、砂糖、卵、アーモンドとビターアーモンドを加えて種を作り、凝固した牛乳と混ぜる。次にオーブンで焼き、温かい状態で強する。この温度はかなり微妙な味に影響する。伝統的にスモーランド地方のオストカーカは大きな銅製鍋で調理される。これは 客がオスとか赤の中心部を取れるようにという伝統で、これにより鍋に接触している部分の生地に溶け出しているかもしれない微量の銅を避けることができる。牛乳を凝固させる過程が幾分複雑なことから、家庭で作るためにカッテージチーズを生地のベースに使用する代々のレシピがある。2004年以来、スウェーデンでは11月14日をオスとか赤の日として祝われている。 この記念日は2003年春に設立された非営利団体のオストカーカー愛好会により制定され、進行されている。ありがとうございます。